皆さんこんにちは、リンタロウでございます。実はですね、僕趣味といっても何なんですけど、こういった検証企画みたいなのが好きでして、やっぱりこう普段ネットで応募できないものがあったりとか、そうであったりっていうのが、僕はこういうのがあったら、応募しようっていう感じでやらせていただいておりますが、今回僕もテレビの方とか、ネットの方とかで、ハーフ検証って検索したりとかして、こういった形で、検証の方参加させていただいております。ほとんど当たらないものもあれば、当たるものも、かなり希少なものが当たったりとかっていう、そういった部分もあったりとかします。今回は、この、1枚のハガキで、応募したり、この「シーライフ」っていう雑誌は残念ながらはハガキを検証っていう形に取らせていただいて、この一つの一本のボールペンで、ハガキにガーって書いて、それをポストに投函して応募するっていうような形で、ハガキ検証をさせていただいていますが、基本的には僕はハガキを節約するんだったら、やっぱりこうネットで、応募した方が早いというふうに考えていますし、本当に自分でこういうのいいな、欲しいなって、当たりたいなと思ったら、やっぱりこうネットで応募したり、あと SNS とかでこういった企画があるなと思ったら、そこにフォローして、いいねしたり、その投稿を保存したりと、いろんなことをやったりとかしております。そんな感じで、ハガキ検証、こんな感じで、名古屋に、よく届くシーライフさんであったり、この1枚のハガキボールペンで、応募させていただいたり、先ほど言ったネット入手、ネットでの、応募、検証企画であったり、SNS の絵での検証企画、そういったのに、僕は、積極的に参加をしているところであります。そういう形で、こういう検証企画をやらせていただいております。では、また。